今日午前、若林区の仙台南部道路で工事作業中の散水車が高さ7メートルの土手の上から転落しました。運転していた男性が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。警察と消防によりますと、今日午前11時20分ごろ、若林区日辺の仙台南部道路で道路の拡幅工事の作業をしていた散水車が高さ7メートルの土手の上から転落しました。この事故で散水車を運転していた20代の男性作業員が足の痛みを訴えて仙台市内の病院に運ばれました。命に別状はないということです。警察は散水車が作業中に後退する際に転落したとみて事故の原因を調べています。